クローズアップの最後はアメリカのジェイソン・ラティマーさんです。これはね、よく銀のカップを使ってるのをよく見たことがありますけれども、これは透明のガラスコップ、これがすごいんですよね。うん、これはね彼のオリジナルですよね。ああ、そうですか。この中身が見えるコップでのパフォーマンスっていうのを最初にやった、これはあっぱれですよ。そうなんですか。まだお若いですしね。若いですよね。しかもですよ、ええ、金属のコップでのパフォーマンスよりちょっと難しいんですよ、中が見えてる分。そうですよね。ただのアイデアだけではなくてテクニックも完璧ってことだね。すごい大きいクリスタルボールが出てきました。うわすごい。閉じちゃいました。すごい、アメリカのジェイソン・ラティマーさんでした。